ギレアドの丘ギレアドは、ヨルダン川東の産地の名称である。文言訳聖書と、口語訳聖書では、ギレアで、新共同訳聖書では、ギレアド、聖書教会共同訳聖書では、ギレアドとする。抗義のギレアドは、南のアルノン川へ北、北のヤルムクガイ南の領域であり、イスラエル人が住んでいたヨルダン川東側全域を、サシ、マナセ族、ガド族、 ルベン族に割り当てられた。聖書は、この三部族をギレアド人と総称している。抗義のギレアドは、高原、競技のギレアドバシャンの三つの領域に区分され、そのうちの競技のギレアドはダビデが、アモン人を征服して以来イスラエル領として止まったが、高原とバシャンは、激しい争奪戦を繰り返した。サウルが、王に即位して、最初の仕事は、ヤベシュギルアデを、 アモンジンなハシュの手から救い出すことであった。後に旅では息子、アブシャロムによる謀反の際、ギレアドに逃れて、エフライムの森の決戦で勝利し、王宮に帰還することになった。ありがとうございます。